M86 は、乙女座にあるレンズ上銀河である。M84 の近くにあり、周囲には NG、NGC4435、NGC4438、NGC4402、NGC4387、NGC4388 などの銀河が、大口径の望遠鏡を使うと見えてくる。特に、 NGC4435、NGC4438、NGC4461、NGC4473、NGC4477、NGC4459、NGC4474、M88 までは銀河が一連の流れを作っているように見え、これはマルカリアンの鎖とも呼ばれている。 口径 40cm の望遠鏡ではナンバリングされていない多数の銀河も見えてくる。双眼鏡でギリギリ見える対象だが構成上にしか見えない。口径 10cm の望遠鏡で M84 との違いが分かってくる。口径 20cm で核の存在や周囲の銀河が見え始める。M86 は明るい核が目立つ。 M84 に比べてやや大きいが淡い印象を受ける。南北に長い楕円型をしている。M86 はメシエ天体の中で最も大きな青型変異を示している天体であり、毎秒2 4 4トルの速さで我々に近づいている。また、x 線天文衛星チャンドラによってこの銀河から剥ぎ取られたと考えられるガスが、 M86 から20万光年にわたって、薄く長く尾のように伸びている様子が観測されている。これは M86 が乙女座銀河団の中心に向かって強く引っ張られているためだと考えられている。1781年にシャルル・メシエによって発見された。メシエは M84 と同じような外観であるとしている。ありがとうございます。